テントマコトチャンネル始まるよ。どうも、テンマコの天の方です。今回はですね、こちらトモヌイの全員つくねをやっていきたいと思います。はい、1手目なんですけども、1手目がタグ差し成功でここまで来ました。1手目でここまで来ました。これは取れたと思ったんですけども、まさかここから粘られるとは思いませんでした。2手目です。これは左側の炭治郎くんの頭が邪魔でちょっとアームが入りきらなかったですね。で、頭を持ち上げてちゃぶ台大師のように前に倒すしかないんですけど、これシールドが見ていただいたら分かるんですけど、ギザギザになっていて、で1手目かなり進んだんですけども、上から落ちてきた勢いでかなり深いところにはまってしまってるんです。頭首がですね。なのでめちゃめちゃ取りやすそうなチャンスな感じなんですけど、かなり深く固定されちゃってるんですよね。で、頭を持ち上げる力がちょっと弱いので、このアームがなので苦戦しております。もうちょっと力あったらそんなに大変じゃなかったと思うんですけど、5手目ですね。これはちょっと後ろすぎかな。せめてなんかタグでも引っ掛けられるところにあったらよかったんですけども、この状態じゃそれも狙えないので、さあちょっと形が変わってきましたね。少し上に上がってしまってますね。やはり1手目で決めておきたかったところなんですけども、持ち上がらない。あとちょっとなんですけどね、全員つくんが驚異の粘りを見せております。タグ入れた時、後ろに女性の方いたんですけど、おおって言ってたんですけど、後ろからの視線を未だに感じながらプレイしております。9手目どうだ。ん、あーダメか。いや、このギザギザ難しいんですよね。なので一発目タグ狙ったのも、実はもうタグかけ一手で狙ってたんです。そこに落ちるとこうなることが分かっていたので。ただ結局ここでハマると、なんかちょっとずつ上に上がってしまって、せっかく体が出てたんですけど。はい、11手目。さあどうだ。はい、11手でゲットとなりました。初期のあの状況から10手かかってるのでかなり厳しかったですね。はい、でも無事ゲットできました。他にもクレーンゲーム動画などを上げておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ゲーム配信も見に来てね。